ISO 規格開発の流れについてご説明します。新たな規格の開発にあたり、すでに委員会が存在する場合には、その委員会への提案からスタートし、既存の委員会が存在しない場合は新たな委員会の設置を提案することからスタートします。国内外の参加者とともにコンセンサスを取りながら進めていきます。 ISO 規格は6つの段階を踏んで作成され、国際規格の最終案がまとめられます。まず新規提案 NP が提出されます。 NP は ISO 加盟機関などが提案することができます。提案段階では担当する TC または SC による投票が行われます。投票に参加するのは P メンバー、 P メンバーの3分の2以上の賛成、賛成した P メンバーのうち4または5カ国以上が企画開発に参加することを条件に承認されます。否決された場合は提案した加盟国に差し戻され、提案内容を再考して再提出するか取り下げるかを決定します。作成段階では作業原案 WD を作成します。作成にあたり TC または SC の P メンバーが指名するエキスパートによって WG あるいは PT を設置、 WD を上位の親委員会に提出できるように作成ブラッシュアップします。完成した WD は上位の委員会に委員会原案 CD として登録をすることによって作成段階が終了します。委員会段階では TC または SC の P メンバーおよび O メンバーのメンバーボディによって CD の審議が行われます。専門的な内容についてコンセンサスに達するようメンバーボディから寄せられたコメントを慎重に検討します。完成した CD は国際規格原案 DIS となり、すべてのメンバーボディに開封、紹介段階へ向かいます。紹介段階では登録された DIS がすべてのメンバー国に投票のため開封されます。 DIS が承認される条件は、投票した TC または SC の P メンバーの3分の2以上が賛成、反対が投票総数の4分の1以下です。承認された DIS は最終国際規格案 FDIS として作成され、すべてのメンバーボディに開封、承認段階に進みます。 DIS に専門的変更が加わらない場合は FDIS 投票を省略して ISO 国際規格 IS として発行されます。 DIS が否決された場合は TC、SC の幹事が中心となり、メンバーボディに意見を求め、改定 DIS を作成、再投票を行います。承認段階では各国のメンバーボディによって投票が行われます。承認基準は P メンバーの3分の2以上の賛成、反対が投票総数の4分の1以下であることです。 FDIS が承認されなかった場合は、修正原案を再提出するか、技術使用書 TS または公開使用書 PAS を発行、あるいは企画開発を取り消すこととなります。承認された FDIS は IS となり発行されます。